パリ五輪第2日、柔道、27日、シャンド・マルス・アリーナ、柔道男子60キロ級準々決勝で長山隆寿、28、イコール SBC 湘南美容クリニックイコールがまさかの敗退にネット騒然だ。長山は23年世界王者のフランシスコ・ガリゴス、スペイン、と対戦。相手の寝技を懸命に耐え、審判から、待て、がかかった。 力を緩めた瞬間に相手の締め技が決まった。長山は気を失ったように畳の上でしばらく動けず。しかし、これに主審はまさかの一本判定を下した。長山は納得できず、試合場を離れずに何度も映像検証を求めたが、受け入れられず。審判から畳を降りるように促され、畳に向かって一礼した。XQTwitter では、 長山選手、柔道の審判などが即トレンド入り。ネット上では、これはいくらなんでもひどい。長山選手が一番ムカついてるだろうけど見てる全日本人同じくムカついてるよ、しっかりと映像を確認してほしい。ありえんな、納得できるわけないやろ、審判おかしいよ。納得いかないだろうけど最高齢して畳を降りた長山選手に拍手を送りたい。 待てが入ってからも数秒間締め技を続けるのは国際ルール上問題なしなのだろうか。長山選手が気の毒でならない、待てかかっても締め続けていいなら何のための待てなんだよ、などともやもやが残る判定への疑問が溢れていた。